はい、パットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車でゴーファイナルやっていきたいと思います。新宿から大崎。山手ラインダイアグラムパート2です。205系ですね。ここが短いね、パートが。ご陽気。これが E231 系。ドアが閉まります。はい、じゃあドア閉まって、信号65新宿停泊。制限は50。ここはいいんだけど、どうしようかな。180メートル B5 にしてみるか。まあ、こんな感じで。ああ、だいぶ速度落ちた。あれだね。B3 も結構、あと15秒。あと10秒。制限解除。代々木停車、定着。定着扱いしてくれたのに4秒早く着いて。なんか簡単なんだか難しいんだか分かんない。初代プレステ版ほどね、あの雨降っても難易度はそんなにあれかな、あからさまじゃないっていうか。閉じ目点信号65代々木停泊。プレステ版の初代プレステ版の電車で言うはあからさまだからね、雨降るともう極端に難しくなる。次は原宿か。じゃあこの辺で、なんかすごい雨降ってるように見えるけど、制限70。73キロくらい出しておけば大丈夫かな。多分自然と速度落ちるんだ。落ちない。まあこういう感じで、まあこういう感じかな。じゃあ260B5 で行ってみるか。さっき警笛鳴らしてなかった。結構効きがいいんだよね、これ。あと30秒。こんなに効きがいいもん。まあこういう感じでちょっと潰しながら、ね、これ難しいな。これでちょっと飛ばして、まあこういう感じで定着。原宿です。ご乗車ありがとうございます。で次、あ、金星。次が渋谷ですね。
渋谷センター街で、渋センってギャル語で訳すとなんか渋センっていうみたいですね。ご注意ください。小締め点信号75原宿停泊、乗車率 30% とか少ない。やっぱ雨降ってると乗客が少ない。まあ野球場でもね、これもどうやっても中止だろうっていうぐらい雨ザーザー降りでね、やるときあるんですよ。それでも試合成立しちゃうときあるんだけど、そういうときってだいたい130人ぐらいでしたね。2軍の球場ですけど、ね、平日で130人。そういう試合僕行ったことあるんですけどね、130人ぐらいしか出いなかった2軍の試合で。平日はね、平日の2軍の試合はだいたい300人から400人ぐらいがいいんだけど、もうこういう雨でね、もうどうやっても調子だろうっていうぐらい雨降ってる中での試合っていうのは130人でした。なんなら B さんでもなんかいい感じだね。あと20秒もあった。こんな止まり方あんの。まあ2軍の試合ね、まあ、はい、球団にもよりますけどね、平日平日大体でも300人400人は入ってます。でこんな感じで渋谷停車定着、金曜日とかだと600人とかね。こういう感じ。次恵比寿。2番線、ドアが閉まります。ちょっと雨弱くなったか。閉じめ点信号65渋谷停泊、信号7517チェーン、ご乗車ありがとうございます。山手線でも楽になってんな、これ昔の待ち時間制じゃ、持ち時間制じゃなくてね、持ち時間なくなるとゲームオーバーっていうのじゃないから、だいぶ楽になった。ポイント制だもんね。クレジットでポイント貯めていくやつだから。でこうやってね、右に制限75とか書いてくれてますからね。で、デーツの誤差もちゃんと表示してくれますから。だいぶ楽になりました。あ、結構雨降ってんだ。まあ、こんなもうちょっと出せるのかな。でもあんまりもうちょっと出してもいいな。260B3 でもいけるかな。まあいけるかな。あと25秒。あ、やっぱりちょっとダメだった。あ、よかったのかな。まあこういう感じでちょっと時間潰して、でも止まるなこれ。エビ、あ、ちょっと早すぎる。停止位置、そっか、再加速できないからね、これ。
まあ、恵比寿は橋やめるの違うんだ、普通だね。恵比寿ってあの恵比寿ビールのコマーシャルね、あれで流れてる BGM だよね、発車メロン。閉じ目点信号75恵比寿停発。これは違うんだ、高田馬場だけか採用されてるのはこのゲームで。次は目黒です。まあなんか音楽うるさいらしいですかね、ジャスラックだっけ。許可取るの大変だから音楽系は。だって音楽教室もなんかね、曲版権払わなきゃいけないし、なんか音楽料の著作権料じゃないけど、音楽教室でね、教える時に曲使うじゃないですか、宇多田ヒカルさんとかね、そういう曲使うのもなんか音楽の著作権料払わなきゃいけないっていう。音楽教室でね、音楽使っちゃダメって、流行の曲使っちゃダメっていうのは結構きついよ。楽器とか使うわけだからね、音楽教室でありながらそれがダメっていうのは、それで金かかるっていうのはきつい。それで金取られるんでね、それでなくても、ああいう音楽教室とかね、個人経営でやってる教室もありますから、あんまり余計な費用はコストはかけたくないはずなんだけどね、そういうのでバカ高い料金取られたらね、利益出ないからやっていけない。宇多田ヒカルさんはなんかいいんですよね。宇多田ヒカルさんの曲はいいんだよね。なんか本人が使っていいよって意思表示を示してくれましたから。あれ、だいぶ遅れてんな。目黒、定着。ご乗車ありがとうございます。本人が作詞作曲したやつで、本人がいいよって言えば使えるのか、音楽教室。なんか星ついてたな今。2メートルだと星つけてくれんの。次が五反田ですね。閉じ目点信号65目黒発車。まあこんなもんでしょう。あれ普通制限65だ、75だと思ったかよ。都営地下鉄浅草線。ああ、それのトレインシミュレーター全然やってねえんだよ。なんかね、トレインシミュレーターなんかね、難しいからなんかあんまりね、やる気が尻込みしちゃうと言いますかね。なかなか。制限65番。ちょっと、落としといて。なんかね、電車で GO の方がやりやすいんだよね。あと25秒。まあこういう感じでちょっと落として、であと15秒、あと10秒。停車。こういう感じか。ご乗車ありがとうございます。205系ね、まあ電車で GO とかやってる人にとってはね、おなじみなんだけどね、205系って。1番線品川。あ、これが最後か。
このゲームのステージの最後の大崎駅。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。1番線品川東京方面発車いたします。でこれドア閉まって閉じ目点信号65五反田停泊。ご乗車ありがとうございました。次は大崎、大崎です。湘南新宿ライン臨海線海上線はお乗り換えです。こういう川の場所でロックさんで大丈夫です。では郵便局でこの辺にしてどうしようかな。まあこれ警笛鳴らしてもあんま意味ないしね。ああ人がいない、お客さんがまるっきりいない。あと10秒。まあこんな感じで、あとああちょっと遅れてんな、あと8秒ぐらいか。5、4、3、これで0センチだったらすごいよ。最後の最後に0センチ。ああダメか、はい、定着扱いしてくれたし。大崎です。ご乗車ありがとうございます。臨海線は34000点か。あれ BGM 流れたんだ。前回なんか BGM 流れなかった気がする。あまり短いから短すぎる区間だったからね、流れなかったのかな。もう66000クレジット。あ、エンディングないね。そういえばこれはエンディングがない。はい、でまあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。